お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、この親衛隊ババコがですね、やっていきたいなと思います。で、これと似たデッキを僕がちょくちょく動画に上げてたと思うんですけど、それのなんかもうパワーアップしたやつがね、これですね。しかも、これ結構流行ってます。マジで。今まで流行るっていうところまで行ってなかったんですけど、もう流行ですよ。これ流行。マジこれ辺を使わないと、クロロワのね、こう波に乗り遅れてると思ってください。っていうぐらい、強いかつ人気ですと。よけなんですけど、まあ、ギャングの枠がスケルトンドラゴンになって、今まで古城ババだった枠が、まあ、ラムライダーになりましたよというので、ソロに対して前までこうバルーン来たらきついなとかだったのが、まあ、ラム入ったことによってまずソロに強いでしょ。しかもスケドラが入ったことによって瞬間火力もまあ出るようになりましたよと、まあ、いうところで、これがね、結構強いですね。マジで、ラムとコジョババの、そこが違うだけで、空に対しての防衛力とかが本当にね、マジで、全然違います。というわけで、やっていきます。まあ、ババコヤは正直、お前、いるのって感じの、まあ、立ち位置では気持ちね、まあ、あるんですけど、よりね、防衛が硬くなると、いったところで、一旦ね、こう、様子見していきます。結構マジで、親衛隊出すでしょ？そして、アーチャーセパするでしょ。で、スケドラセパするじゃないですか。タワーが折れてるんです。それをね、今から嘘じゃないというのを、ね、証明していきたいなと思うんですけど、プリンちゃんとかが厄介ですね。まあ、ですが、ファイボで飛ばしちゃえば、まあまあいいかなというところで、相手は枯渇ですね。で、一旦プリンはファイボとか打たなくても、軽くね、この、親衛隊とか、なんかのユニットで処理できるので一回置いていきますよというところで、次の相手のあれですね、プリンとかにはファイブ打ちたいですが、こんな感じウッドを裂いたので、この吹き矢がまずうざいでしょ。で、その逆サイにスケドラとかつけたら間違いなくうざいでしょっていう感じで、まあ枯渇にはスケドラがねすごい刺さりますねというところで、もうすでにダメアードをね、取りました。で、ロリババねがありますよと。で、このプリンセスをラムライダーで溶かそうっていうおしゃれなことしようとしたら、ちょっとナイトが、でも、溶かせますね。ちょっと、アーチャー高いな。アーチャーこれめっちゃ低くてよかったですね、1。まあ、吹き矢出しちゃうか。どうせウッドあるので、吹き矢はウッドでやられると思っていいかなと思います。さ、このプリンは美味しいですね。なぜ美味しいかと言いますと、こう言っちゃえば、他に何も仕事をしてないのに端前に来てるからですね。なんか相手のこの辺の陣地で、なんかいっぱい活躍されるとすごい厄介なんですけど、今回のあのプリンは、特にね、大きな活躍せずに、こっちまで来てくれたので美味しいかなというところで、ファイブ打ちて、打っちゃうか。いや、ダメだな。タルババはバレルに取っておきたいんでね。さあ、ラムで耐えます。いて、ご無事。さあ、こっからですね。もう、親衛隊、これも共有しちゃおう。親衛隊、アーチャー、スケドラセパして、あのプリンにファイブ落ちたいですね。新しく出てくるプリンがいるので。あれね、ファイブ打ってしまえば、もう相手はね、溶かせないんですよ、この量。そうで、一応タルババで守るでしょ。で、ラムを、まあ、どっちか5個数の時に追加できればね、いいかな。で、右側にやったんですけど、右側全然ダメージ入ってないですね。で、ウッド使った吹き矢追加して、なんならこれスケドラとかも追加したら、相手はロケットでタワー落としたいんじゃないのか。おや？さては、これは、来ましたね。グッドゲームです。物量ご利用しデッキですね。なんか本当にもう、こう、ボーラー系が流行ってたんですけど、やっぱトリトンがちょっと強いんですよね。そう。前シーズンの高回転のロイジャイとかにもですし、こう今のね、いろんなデッキにもトリトンが入ってて、だからボーラーがね、簡単にトリトンでキングキットされちゃうんですよ。まあそういうところで、ボーラーが増えたんですけど、やっぱ減っちゃいましたね。で、まあそれによって、親衛隊が強いよね。だから親衛隊ラムだったり、親衛隊、なんだ？親衛隊ラム、親衛隊、ロイホグか。親衛隊ロイホグも入ってて、あと親衛隊バルーンもね、まあ流行ってるっていうところで、まあその中でもね、ラムなので、よりバルーンとかソロにもね、まあ強めのって感じ、親衛隊がやっぱ流行ってますね。
いろんな形が、まあ、いるんですけど、本当になんかもうそういうのが、他にもなんかね、結構重たいのしかいなくなっちゃいました、マジで。エリゴレでしょ、なんか形作る系ばっかですね。エリゴレと、あとは、まあ、スパーキーか、スパーキーレイジとかも最近すごいトレンドデッキしか、トレンドとしか言ってないんですけど、最近は。そう。レイジとかがね、当たり前に使われるね、時代がね、来るなんて思いもしなかったですね。3年、4年ぐらい、クララしてますけど、レイジか、そんなカード使わねえや、とか。スパーキーだってゴミ箱って言われてましたよ、あれ。かわいそうに。ゴミ箱って言われるんですよ、本当に。ね、もう。なんで俺をクララのカードから消してくれないんだっていうぐらい病んでたと思うんですけど。いや、それはやみすぎか。そんなカードたちが今ではね、こう、強すぎだろって言われるぐらいね。まあ、使われるのは非常にね、いいことなのかなとは思いますね。さあ。ってなわけで、まあ、ラムライダーが今回相手ホグなんですけど、ホグに対してババコヤ、そしてラムライダー、もう相手からしたら、もうグッドゲームという感じのね。圧倒的物量デッキパワーでね。いきまーす。親衛隊、アーチャー、スケドラですね。スケドラ早めに咲いちゃうと、めっちゃ前に行っちゃうんでね。お気をつけください。で、相手のウィザード厄介ですね。親衛隊使ってる時にあるあるウィザードが来がち。マジで。これファイボタルババで勝ちます。そして、なんなら右側、いや、メガナイトが回んのか。いや、でも左も、いや、どっちかにユニット来たら、どっちかって思ったんですけど、来ない、ホグが来ちゃう。一回耐えます。一回耐えて、多分これにはメガナイトでさすがに踏んでくるであろう。ウィザードか。メガナイトです。さあ。そうしたら、ここまたね、セパレートで、ウィズがね、真ん中のエッチなとこに来ると思った。あ、これワンチャン吹き矢で射抜ける。いや、待って、吹き矢で射抜こうなんか楽しようとした俺は、には、やばい、バチが当たる。やばい、俺にバチが当たる。やばい、待って、ボケ、待って、本当にバチが当たる。オッケー、ダメ。ナイス。あと5、2周ですね。さあ、相手は5、あと6周回そうとしてきた。いや、6周で落ちるのか、いや、わかんないけど。まあ、あと僕は5の1周なんで、一回ね、ババコヤでね、落ち着きたいと思います。危ないですね。シャシャって吹き矢で削ろうなんかした時には、もう今みたいにね、テーマ作れるんで、皆さん気をつけくださいと。というわけで、できるだけ低いコストで回していきたいと思います。あと、防衛ラムも使いながらですね。よいしょ。さあさあさあ、非常にね、怖いです。非常に怖いです。さあ、防衛ラムのエイムが、エームがいいです。さあ、ファイバーでグッドゲーム。危ねえ。危ないですね。最後ちょっとね。ちょっとだけね。危なかったですけど。まあ。勝てばよしという感じでね。今回、ウィザードに勝てたのはでかいですね。しかもメガナイト。なんか、なんなら、親衛隊に対してはメガナイトをこう合わせたいぐらいね。めっちゃメガナイトの相性いい。ですけども、意外となんて言うんだろうな。こうラムとか入ってると、ラムとかに、こう、メガナイトを抑えてくれるんですよ。で、そのメガナイトを、こう、自陣の親衛隊とかで受ければ、結構親衛隊が残ってカウンターになってくれるんですよね。まあ、それが強いと言いますか。なんか、メガナイトとかにも、全然勝てちゃうっていうのが良くないですね。良くないというか、まあ、すごい強い部分かなと思います。さあ、さすがにウィザードはきついけどね。で、ボーラー減ってくれたので、ありがたいですね。さあ、ユーのランバー、こう、ファイブ早めに、陣技ですね。タルババがどっちかに来る。あ、でも相手としては、これ、ヒースピがそう。親衛隊に対して活躍全然しないんですよ。あー、これ、皆さん来ました。すごい、多分楽に勝てるやつですね。親衛隊からの、アーチャー、スケドラ、セパーで、マジアチャ速攻ファイブを徹底ですね。それをしとけば、多分今回の対戦は、勝てるんじゃないかなと思います。さあ、ババカで耐えます。で、インドがだるいかな、インドラが。言うてかな。数のご利用しなので、インドラがあんま活躍しないのかなと思いつつ、とりあえず親衛隊を出していきたいんですけど、親衛隊がないんですよね。で、タルババだったな。いや、これやべえ。ユーノ飛んでくるわ。やべえ。飛んでくんな。いや、いいヒースピー。でも、マジアチャを割いたので、なんなら、いや、これちょっと許容しようかな。
よいしょ、3、OK、これセパしていい感じにね、まあ、あの攻めですね、こんぐらいのダメージはいらねえよと。でタルババ使ったのでこれ復帰は追加します。右と左すごい悩んだな、左の方が良かったかな、有能処理できそうだった。あー、いいヒースピだな、ヒースピの使い方がうめえな相手。いや身体強い、さあ待って結構ダメージがやばい、汗汗。まあババコアで耐えれる、逆サイラム来てもラム防衛できるのと、まあしなくてもいいか、神ファイバーってます。うわマジでうめえな、いてててて。で僕のこのデッキは最後ファイバーで削れるものの回るのが遅いので、そこですね、削り負けを気をつけたいと思います。であとは次の相手のマジアチャが多分結構厄介なんで早めに処理したいですね、相手のマジアチャを、相手のマジアチャを早めに処理しないとあいつですね、あいつがずっと活躍しちゃうんですよ、だから吹き矢とかで射抜いちゃいますもん。うわいいファイボー、あ待って、だが相手がいいファイボーしたらいいファイボーしたですごい辛そうに見えてくる。いや待って、インドラレイジ暴れすぎ、なんかゴロがいいな。さあ一旦ババコで、ね、耐えます。でマジアチャ射抜きが怖いですね、おーい来んのか、いやさすがに来ない。さあ決心兵隊からまたね、はい切り替えてやっていきます。一旦気持ち落ち着きますからね。ワンチャンマジアチャ猪木もね、怖いんですよ。こういうところで。してくる人もいるんですよね。うわ、マジアチャ来た。そっ、あ、待って、当たってるよな。これ当たってなかったら終わる。OK、当たってる。で、ファイブを使っと。で、タルババ相手は使いたい。あ、使っと。そうなると、いやー、来ましたね、これ。さすがに止まらんピーポーでしょう。よいしょーというね、まあ神器デッキと呼ばれるデッキ、あの陸を通すデッキなのに、言っちゃえばこっちも陸最強じゃないですか。ババコヤ向いて、新兵隊向いて、いやお前そんなどうやって通すねというようなねところで、さ気持ちよくね勝つことができましたというところでですよ、スケドラって4000万集めるの大変だな、ショップ出てないですね、ちょっとまあ今日はこんな感じでね、終わろうかなと思うんですけど、リーグがね、クラロワリーグという、まあ大きなね、こう、言ったら僕らにとってはもう一番一年のうちに大きな大会が、まあもうすぐ始まるんですけど、まあなので、ちょっとね、こう動画を上げるのがね、もしかしたら、基本毎日投稿してたんですけども、毎日投稿できなくなるというか、まあちょいちょいね、多分上がんない日もね、出てくる、と思います。なのでそこはね、ちょっとご了承くださいと。まあ、いうところで、できるだけね、頑張って毎日投稿意識して動画上げるんですけど、多分、ちょくちょく休みます。はい。っていうのはね、先に言っておきます。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。